おはようございます。セブライフの友です。今はご飯をね食べ終えてまったりしているところです。はい、先週の水曜日ですね、この母豚にね、種付けをしたんで、あそこにね表をつけたんですが、札ですね。またこっちの隣のね母豚にも、発情が来て、今ね少し生殖器が膨らんできていると思うんですが、発情が来たので、また明日ですね、種付けをしたいと思います。また明日か明後日になるか分かりませんが、はい。でまたねああいう感じで札をつけて、はい、この 1,2,3 頭はもう次の発情で種付けになります。なのでこっちのね、茶色い豚も次また発情が来れば種付けをします。はい、順調に、2頭目の種付けになります。でこっちのね3頭はまだこの母豚たちよりも2ヶ月ぐらい若いのかな。なので11月12月ぐらいに種付けになります。はい、こっちのね、大きな母豚、義理の父が飼っているんですが、この大きな母豚両方とも種付け終わって、またあの妊娠するかどうかはわからないですが、種付け終わってね、次また発情が来るのか、着床してね妊娠するのかっていうのを確認っていうか、まあ待ってる状態ですね。はい、この2頭もしねこの1,2,3,4,5 がね5頭の母豚が結構似たタイミングで出産になったらね、ここ、1,2,3,4 4つ母豚出産用の分娩ケージかながあるので、4頭、うん、まあ3頭4頭ぐらいはいけると思うんですが、あと1頭どうするかってなると、もうあっちですね、ここをきれいにして、ここもね昔は母豚がずらっといて、分娩できるところがあって、で豚を育てるねお部屋が 1,2,3,4 あっちの、ところもねずらっと育てるところだったそうなんですが、まあこの屋根とかも修理して拡張しなければなという感じですね。まだ大丈夫な感じですが、はい、まあそれもタイミングによってですね、出産の時期がずれればここで出産して離乳して、また母豚をねこっちのストールに戻して、出産近い母豚をこっちに入れる、その流れでできればねここだけで済むんですが、タイミングが被ればこっち掃除してね、また場所を拡張しないといけません。はい、ということで、2頭目の種付けがもう明日ですね。はい、徐々にまた前進してます。うん、これ、もし妊娠 したら出産は来年の1月かな、3ヶ月3週間3日来年の1月末ぐらいになると思います。はい、とても楽しみです。はい、それでは、もう一頭もね発情来ましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり。眠たいな。